はい、皆さんこんにちは、 J チャンネル J です。やっと顔出しして1ヶ月経ちました。ありがとうございます。最初の頃はですね、もうどうなることやらと思っていたんですが、まあ初めて10日で登録100いきましたので、こりゃまあえらいことになるんじゃないかと思っていましたが、そうはなりませんね。はい、今1ヶ月で130いただきました。ありがとうございます。もう上出来ですよ。ほんと100いかないと思ってたので、本当に皆さんありがとうございました。感謝感謝。ということで1ヶ月経ってね、まあ自分なりの感想をちょっと話してみたいと思います。悪かったことはねほとんどないですね。良かったことはいろんな方とね知り合いになれたことですね。で今後はですね、まあ、できれば、まあ、交流会とかねやってみたいと思ってます。もうもちろん広島でね地元でやってみたいと思うんですが、いろんな方とね出会えたので、これをきっかけにね、まあ、交流をね深めていきたいと思います。まあね、その説はね皆さんどうぞよろしくお願いします。広島もですね、平和公園とかお好みとか宮島とかね、あとないんですよということですね。まあ平和な町ですんでね、もしよかったら遊びに来るときはね一声かけていただければ、まあ美味しいお好みをいろいろご紹介したいと思いますが、はい、悪いところではないんですが、まあ、失敗談というか反省点が一つだけあるんですね。それはもし今後ね、まあ、例えば僕ねこのね YouTube で小さく稼ぐというめぐみんさんの本を見て顔出しをしたんですが、こういう風なタイトルを出すことによってものすごいアクセス数が来たんですよね。今は最高で3400くらいかな。でまあいろんなことを言う方もいらっしゃったんですよね。例えば売名行為だろうとかね、まあそういう方もいらっしゃると思うんですが、ただ僕はこの本を読んでレビューしただけだと思ってるんで、でめぐみさんの方も、まあ、みんな頑張れというね激励の意味を込めて出してくれたんだと僕は解釈してるんで、まあもし今後ねこういうようなレビューをする人がいたら、まあ一つアドバイスとしてはですね、たくさんアクセス数が来た時に僕はね喜んでばっかりって何もしなかったんですよ。例えば僕がどんな人物であるとか、どんなことをやりたいとか、いろんなことをね来てもらった方にどん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 アピールすればよかったんだけど、それができなかった。とりあえずもうちょこ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 っとやってたので、だん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 と再回数は減ってきました。その時にやっぱり例えばねギターとかねモノマネとかねいろんなことやっとけばよかったなと思うんですけど、それはもうやっぱりまだど素人ですからね、ど素人の駆け出しですからね、もうそれはしょうがないなと思ったんだけど、まあ、今後ね、まあやる人がいたら参考にしてもらって、ちゃんとまあ、大物 YouTuber の方のね名前を出したりとかした時にはアクセス数が飛んでくるんで、その時はしっかりね、まあ悪い形では利用してさせていただいてね、まあ、自分のアピールをしっかりすれば僕はいいんじゃないかと思うんですよね。まあ、今後はね、まあやっと僕も落ち着いたので、まあ、ゆっくりゆっくりね自分のやりたいことをやっていきたいと思いますが、ただ、まあ、知り合いからですねアドバイスをいただきまして、お前の動画はちょっと退屈だと、面白くないというふうに言われまして、確かに見直してみたんですけど、まああんまり変わり映えがしないなと思って、で最近弾き語りのね塾をやったんですが、これ例えばギターが弾ける人は全く面白くないし退屈なんですよね。だから今後はね初心者のためのその弾き語り塾みたいなのをやりながら、まあ、いろんなことをね皆さんが退屈しないような、まあ、YouTube の番組ですねを作っていきたいと思っています。ということで、まあ、今日からね初めて見た方もいらっしゃると思うので、今後ねいろいろ頑張っていきたいと思いますので、もしよかったらもう1回2回3回4回5回6回ぐらいはね見てほしいと思います。そのためには皆さんぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録はただです。でポチッと押すだけでいいです、ね、でポチッと押して、まあ、嫌だったら解除もできるんですけど、まあ、できるだけ解除しないでね、まあ、そのお金入れませんからね、
登録するだけだったらもう別にもうね何もかからないわけですからね、そのままね登録しといた方がいいことありますよ、うん、ということで、顔出しをして1ヶ月、J チャンネル J、頑張っていきますので、これからも皆さんどうぞよろしくお願いします。ということで、ご報告とご挨拶とお礼ということでした。またよろしくお願いします。チャンネル登録本当によろしくね、お願いします。